礼いたしました。ここから番組を再開しまして、引き続きウェザーニュースライブモーニング、担当は小川千奈です。最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。さて、現在はこの後通勤通学の時間帯に関東だったり東海エリアで雨が強まりそうですので、この番組ウェザーニュースライブ、今注意レベルの黄色帯の表示に変えて進行しております。さて、現在ご覧いただいているのは枕崎のライブカメラなんですが、ここからは3つライブカメラをご紹介していきたいと思います。まずは九州ということで、枕崎はこの木がゆらゆらと揺れていることから風の強さがわかります。枕崎、ぜひ皆さんもライブカメラをご覧ください。こちらの気温は今 17.4 度ということで、比較的過ごしやすいところがありそうです。北の風 5.1 メートル今吹いているということでした。もう木をゆらゆらと揺らすくらいの風は吹いているということになります。昼過ぎからは晴れてくるということですが、空を見てもやっぱりどんよりとした今の枕崎の様子でした。それではまずは鹿児島のライブカメラでしたが、続いてこちらは静岡県の浜松フラワーパークの様子です。フラワーパークというだけあってすごく綺麗なお庭になっています。時間帯によっては噴水ももしかしたらあるかもしれませんし、レンズには雨粒ついていますので、静岡特に今日かなり活発な雨雲が流れ込みやすくなっています。この浜松フラワーパークの様子も見つつ、ぜひ雨の強まり具合ご確認ください。浜松市は今 20.5 度あるということで、雨の割には暖かい体感になっている。南風 3.1 メートルということで、浜松の方もぜひ服装で上手に調節してください。湿度 98% だそうです。そして沼津市見ていきましょう。鹿野川です。これで3つ目になりました。沼津市の鹿野川になりますが、もう雨によって景色が見えにくいという様子になっております。車なども走っている様子ですが、この後もお車使うという方はちょっと余裕を持って出発した方が良さそうです。ブレーキが効きにくくなったり、あとはワイパーを使っていても前が見えにくくなったりしますので、なるべくいつもよりも気持ち早めにご自宅を出てください。かなり視界不良で近目の景色もなかなか見えていないということがわかります。ここまでは3つライブカメラご紹介していきました。いずれも今配信されておりますので、ぜひご確認ください。さて、そんなライブカメラでしたが、今戻ってきたのがこのスタジオ周辺のライブカメラとなっております。雨粒がしきりなく流れてくるこのお天気カメラの様子から幕張の今の空確認できますが、先ほどこうインターバル中に普段皆さんにお見せしているスマートフォン、会社のスマートフォン見たら雨雲のアラームが来ていまして、今もしっかりと雨が降っているけれども、この後激しい雨の降るタイミングがありますよと通知が来ていました。今もかなりしっかりと降っているようですので、この幕張周辺の皆さんも、あとは通勤通学の皆さんも十分に気をつけてください。ちょっと降り方が斜めになっているタイミングもあって、風もあるのかなと思います。この後も前天気から、また雨雲レーダーから最新のこの先のお天気も確認してください。成田の方からは雨は止んでいますとコメントもいただきました。降っていないということでしたが、ここまでは3つのライブカメラと、そしてこのスタジオ周辺のお天気カメラで見ていきました。さて、それではですね、ここで少し衣装協力のご紹介をさせていただきます。今日も、ブランドさんから衣装をいただいておりまして、お洋服がノエラさん、そしてイヤリングお世話屋さんからの協力になっております。すごくフリーでの可愛らしいお衣装をいただいておりましてありがとうございます。またイヤリングはお世話屋さんということで、この揺れ感の非常に可愛らしいイヤリング今日は協力いただきました。今日もこの素敵なお衣装で番組残り1時間30分お届けしていきますので、よろしくお願いいたします。では、早速今日のお天気アイコンで見ていきましょう。
5月13日月曜日の全国のアイコンでお伝えしていきます。前線が通過する東日本北日本で断続的に雨が降ります。関東や東海東北では通勤通学の時間帯、この先局地的な雨の強まりに注意が必要です。また沿岸部ではもうすでに暴風警報発表されているところもありますが、横殴りの雨になるところもありそうです。一方で九州や中四国は急速にこの後天気回復していきます。九州北部や山陰は朝から日差しが戻るところもありそうです。気温を見ていきますと、この括弧内の数字、長野は昨日より6度下がり、新潟も10度近く下がります。北日本東日本は昨日よりも大幅に気温下がるところがありますが、一方広島などはプラス4度と昨日より上がるところもありそうです。ご自身のいらっしゃるエリアの体感にお気をつけください。さあ、そんな体感が気になりますので服装予報も見ていきたいと思います。見ていくと、東京は今日1日同じ服装で大丈夫です。カーディガンでお過ごしください。近畿も大丈夫ですね、カーディガン。ただ他のエリア見ていくと、やはり北海道朝晩は薄手セーターが必要になりそうですし、北陸なども朝晩で服装が異なります。北日本東日本の方は昨日に比べて大幅に気温下がるところもありますので、この後アプリからしっかりと服装予報も確認お願いします。以上、ここまでは服装予報でした。ではここからは服装予報アプリから見ていきたいと思います。先ほどよりもよりピンポイントで見ていくことができますので、アプリバージョンもぜひご利用いただきたいんですが、現在地というところを知っていただくと、10日間先までどんな服装をしたらいいのか詳しく確認できます。千葉市美浜区といった感じでかなりピンポイント出してくれますので、すごく便利です。10日間先22日まで今ですと確認できます。見ていくと、今日はやはり1日を通してカーディガンで大丈夫そうですが、他の場所というところ、北海道例えば札幌見ていった場合は、やはり厚手セーターやスウェットこの後必要になりそうですので、朝通勤するよという方、ちょっと厚手なものがあると良さそうです。ぜひ皆さんも現在地の服装についてはアプリから見てみてください。ここまでは服装情報を見ていきました。明治プロビオヨーグルト LG21 プレゼンツ、週刊胃の負担指数をお伝えします。まずは月曜、今日の胃の負担指数です。今日は広島、高知で負担、東京、仙台、福岡では少し負担になっています。会社や家庭など日常生活では何かと胃に負担がかかることが多いため、日常からのケアが大切です。続いて今週の胃の負担指数は、札幌、名古屋、大阪では週末にかけて胃の負担に注意が必要ですね。気温差も大きいこの時期は、何かと胃に負担がかかることが多いですよね。そんな時におすすめなのは、一時的な胃の負担を和らげる LG21 乳酸菌を使用したヨーグルト、明治プロビオヨーグルト LG21 です。LG21 乳酸菌は胃に着目して選び抜かれた乳酸菌で、一時的な胃の負担を和らげます。ではここからは今週のエールをお届けする LG21 の時間です。今週は LG21 の新 CM 公開記念ということで、藤原竜也さんが思いっきり叫んでいる LG21 の新しい CM を私が全力で再現させていただきます。いきますよ。胃の負担 LG21 で対策できるのに、対策しないのなんでだよ。胃には LG21。 はい、ということでやりきりました。なんとかやりきりましたが、はい、どうでしたかね。藤原竜也さんの CM 見ていきました。 LG21 の新 CM ぜひチェックしてくださいね。今週も一緒に頑張りましょう。以上、週刊胃の負担指数でした。 LG21 と一緒に胃を大切にしていきましょうね。また来週。